今日紹介するおもちゃはこちらですシンカリオンのですね新しいおもちゃが出たようなのでレビューしたいと思いますが。 皆さん結構もう、稼働がすごいすごいっていう噂が立ってるので、どんな感じになるのか、はい、開けてみましょう。はい、ちなみにパッケージは、こんな感じで、えー、結構昔のものと比べると、うん、キャラクター自体はそんなに変わっていなさそうですけど、主人公が変わって、 ますね、これも同じぐらいの、はい。デザインなんじゃないでしょうか。箱を、よいしょ。わ開けると、あ、シールも入ってるんですね。シールと説明書と、あとはパンパンにですね、パーツが分かれていますね。はい。もう早速。 パチパチ組み立ててみましょう。はい。全部取り出したんですけれども、結構パーツが多いですね。うん。今まではこんなにバラバラになっていなかったと思うんですけど、よいしょ。これを、よいしょ。お顔もありますね。うん。一気にですね、どん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 パチパチ組み立てましょう。 はい、結構簡単にですね、パチ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 ,パチ組み上がりました、うん。こんな感じですね。この走行もできちゃいます。で、書くと部署に、なんかマークみたいのも、こう、ついてるんですね、うん。ここも色分けされていて、よいしょ。ああ、結構、長いですね。うん、20センチぐらいありそうですね。この走行できるので、 遊ばせやすいですね。はい。じゃあ、ロボットにしていきましょう。まあ、せっかくなんで、ロボットは、ちょっと、どう、よいしょ。細かくやってみましょうか。まあ、他の方もいっぱいレビューしてるので、まあ、そういう方が、詳しく <laughs> 載ってるかもしれないんですけど、まず、このですね、よいしょ。これを外すみたいですね。 よいしょ。この車輪のようなものを2つ外します。そうすると、うんと、ここに分割線があって、よいしょ。全部、バラバラになっていくんですよね。これも、はい。半分に、はい、分割します。この、えー、正面のですね、ガラスの部分というか、 ここをコクッと上げてあげて、よいしょ。こうすると頭部が出てきますね。で、ここに胴体の、よいしょ、接続部分があって、そうすると、グッとですね、よいしょ、カチッとなるまではい、押し込んであげましょう。そして、よいしょ、はい。 ししっかり顔が出てきましたとここもカチッとなる、うん、まで押し込めるのでこんな感じですねまあ最後にやる人もいるんですけどここにも角があるのでここを展開してこれがいいですね、はい、先ほど分割したこのパーツが肩と腕になるのでこれは下かなおお 気持ちいい、クリックがありますね。ぐッっと。入っておぉ、めちゃくちゃ動きそうですね。ここでも。はい。で、あ、これもスライドするんですね。ここ。カチッと言います。うん。反対も一緒に。よいしょ。あ、ここも曲がるのか。よいしょ。めちゃくちゃ動きますね。これは。 でよいしょはい、スライドしてこのように2つ、うん、になりましたここにですね、えー、ジョイントの穴があるのでこれをお結構しっかりカチッというまでよいしょ押し込むときれいになりますねで この肩の部分もカチッとロックがかかりますね。うん。はい。上半身はこんな感じになります。そして、ここが、ああ、これがですね、下半身になるようなので、同様に、これをですね、この車輪が、よいしょ。これ余っちゃうんですね。いろんな動画でも、まあ、各部にくっつけてる あの、方いっぱいいましたけど、なかなか余っちゃうようですね、うん。で、これも、よいしょ。この先端がですね、パーツによってくっついてるので、これを外してあげると、こんな感じですね。はい。さらに、ここでも分割して、はい。ここでくっついてましたね。これも取っちゃいましょう。よいしょ。 はい。そうすると、はい。まあ、腰というか足の、部、う、位、ん、が出てきます。先ほど取り外したパーツが、足首たちになるようなので、よいしょ。これかな、まず。ここの横のパーツを展開して、よいしょ。で、はい。お、こう、下に、 スライドしてあげると、足首がカチッとなりますね。おロックが気持ちいいくらい、決まりますね。はい。こんな感じにしておいて、よいしょ。ああ。反対側も一緒ですね。このパーツを展開して、よいしょ。こっちから見たら分かりやすいかもしれないですね。で、ロックかかって、 はい。こんな感じで足が完成しましたね。はい。で、次はですね、このパーツをさらに、よいしょ。よいしょ。展開してあげて、ここで、よいしょ。ヒージが出てくるので、こんな感じにして、うん。以前発売されてた、 シンカリオンもこういうギミックありましたよね。こんな感じ。で、こっちもですね、ここをもう一度たたんで、裏から見ると、うん、こんな感じですね。こう。はい、出てきます。ここのですね、パーツ、まあ余剰パーツにはならず、ここにですね、うん、突起があるので、これを、 よいしょここにくっつけることができますね。はい。こうすると、よいしょ。パーツが一体に、うん、しっかり、よいしょ。余剰なしでくっつけることができて、反対側も一緒ですね。うん。これを、よいしょ。こっちにくっつけてあげると、おいいですね。はい。 足がこんな感じになって、最後に、この腰の部分と合体させてしまいます。ちょっと開いてあげて、ここの穴に、カチッとなりますね、しっかり、うん。これは、よいしょ。気持ちいいですね。で、腰の部分を展開して、お、すごい。ぴったり。 なります、ね、はいこれで下半身ができました最後は上半身と下半身をくっつけてあげるとあ結構しっかりロックがかかりましたねうんでよいしょ立たせてあげればよいしょはいあっという間にシンカリオン Z っていうのかな、うん、シンカリオンモードの完成ですね。うん、すごい。結構大きかったですね、うん。で、このパーツが全然使わないので、うん、避けておいて、で、この車両に武器が入ってるので、この、よいしょ。カバーを取ってあげると、なんて言うんだろう、これ。 エクスカリバーってですね。よいしょ。この剣も2つ付属してました。近くで見てみると、結構光沢のある緑がいいですね。で、すごい気になってたのが、もうとにかく動くって聞いてたので、可動を見たいんですけど、首が、うん、ボールジョイントで結構動いて、 肩はまず、よいしょ、うん。こんな、怒り型というかですね。上下にもできて、さらに、クリックが入ってるので、気持ちいいくらい回りますね。うん、すごい、これは。腕のロールもあって、肘、か、肘も、うわ、すごい曲がるな、こりゃ。 二重関節ではないんですけど、めちゃくちゃ曲がって、あ、手首も、ロールありますね。で、横も、開けるので、あ、すごいな、これは。もうアクションフィギュアですね、これは。うん。とにかく、進化してますね。もう、こんな感じにもできますし、こんな、 動きもできますはい腰はよいしょぐるっと360度で、まあ、ちょっとこうこういう感じで傾けることもできますけどほぼ、うん、ロールだけですねで足回りはあ全部クリック入ってますね水平はここまで で、よいしょ。わ、すごいわ、これは。あ、これは二重関節です。うわ、めちゃくちゃ決まりますね、ポーズが。うん、足首もボールジョイントになってるので、横向きもできるって、ね、設置性も良さそうですね。はい。とにかく、 あ,あ、取れちゃいました。動きますね。めちゃくちゃ。触ってて、違和感なく、ストレスなく動きますね。安定感こそないですけど、膝立ちも、難なくできちゃい,い。よいしょ。まあ皆さん、レビューの方がやられている、こう、ヒーロー着地みたいな。うん。こんな感じも、できちゃい,い。 あぐらももしかしたらいけるかもしれないですね。まあパーツがちょっと干渉しちゃうかもしれないんですけど、こんな、よいしょ、ポーズも取らせれますね。うん、すごい、これは。片足立ちもいけちゃいますね。こんな感じで。 足を大きく開いて武器を持たせると、こんな感じになって、うん、もうちょっと剣長くてもいいかもしれないですね。ただ、この剣を、よいしょ。こっちに持たせると、よいしょ。うん、ちょっと長い剣になるような、よいしょ。自由な組み替えというか、 場所につけることもできますし、ライダーキックのような、こんなポーズも決まっちゃいますね。この、よいしょ、真ん中のパーツも展開するので、Z グランクロスだったかな。うん。これもしっかり展開でき、とにかく各部の、このクリック、 めちゃくちゃ小気味良いですね。もう自由自在にクリックが楽しめてアクションさせやすいです。はい、今日はですね、シンカリオン ZE5 はやぶさっていうのかな。これを紹介してみました。うん。まあ最近のおもちゃは特に あの、レビューとかは考えてなかったんですけども、ツイッターだったり、YouTube のおもちゃの上げている方がですね、とにかくすごい稼働だっていうのが気になって、まあ、ついつい買ってしまいました。うん。Amazon だと結構安く買えますね。定価多分4、5千円だと思うんですけど、まあ、3千円台で買えるところもあるので、ネットで見てみたらいいと思います。はい。 ではですね、今日はこの辺で、せばね